揺れを感じたり緊急地震速報を受信したら身の安全を確保する行動が重要となります。身を守る行動の訓練としてシェイクアウトがあります。やり方はとても簡単で、ドロップ、まず低く、カバー、頭を守り、ホールドオン、動かないのたった3つの動作を意識して行うだけになります。それぞれの動作を見てみましょう。一つ目の行動はドロップ、姿勢を低くすることです。大きな揺れで自分が倒れてしまわないように素早くその場で低い姿勢をとります。そして低い姿勢のまま、室内なら食器棚や本棚など倒れてきそうな家具から離れたり、屋外なら崩れる危険があるブロック塀や電柱から離れてください。2つ目の行動はカバー、頭を守ることです。地震の際に気をつけなければならないのは、地震の揺れそのものではなく、倒れてくる家具や割れたガラスの破片、揺れで落ちてくる落下物なのです。自宅やオフィスにいて固定された机があれば、すぐ下に潜って頭を守る行動をしましょう。屋外にいて下に潜る場所がなければ、カバンや上着などで頭を守るようにしてください。3つ目の行動はホールドオン、動かないことです。火を消そう、建物の中から外に出ようとつい動きがちになりますが、身の安全のために重要なのは揺れが収まるまで動かないことです。地震の揺れに驚き慌てて行動をしてしまうと、かえって危険を招くことになりかねませんので、姿勢を低くして頭を守りながら揺れが収まるまで待つようにしてください。それでは映像を見ながら実際にやってみましょう。お母さん、おはよう。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 何この音。地震か。地震です。地震です。地震が来るよ。テーブルの下に隠れて。はい、地震です。はい、鍵開けて。はい、鍵開けて。大丈夫か。よし。もうちょっと、もうちょっと中。おいで、おいで、おいで。よし。来た。顔、頭出すなよ。うん。いいね。皆さん、できましたか？それでは最後にポイントです。揺れを感じたり緊急地震速報を受信したら、ドロップ、カバー、ホールドオン、姿勢を低くして頭を守りながら動かない、いざという時にこの行動ができるようにしてください。